斉藤徳元造、斉藤徳元商法4年8月28日は、安土桃山時代、江戸時代初期の美濃国出身の武将、敗人、豊臣生、なお元信。また、脱縁とも、通称は、西宮、郷に補定。斉藤元忠の子。元忠の母は、斉藤義達の妹とあるので、斉藤道造は曾祖,祖父にあたる。父、斉藤元忠から、 織田秀信の大官で、富家町、梶田村地域の領地を手のひらしていた。親族は、美濃斎藤氏の梶田城上主二代目、斎藤理事、三代目、斎藤利行。以下、十五位下。須野又城上主。徘徊を松永帝徳に、レンガを里村太卓に学ぶ。織田信長に仕えて二千国を領した。本能寺の変後は、織田秀信に仕えて、 すのまた上となる。はじめ、関白、豊臣秀次に任官。また豊臣秀吉の馬回りとして、文禄元年の文禄、慶長の役に際し、非全国名古屋城に、在陣した。38歳頃、菊きし織田秀信に仕えた。すのまた城,城主となり、岐阜町奉行も務めた。岐阜城近くに屋敷を構えて出資した。 関ヶ原の戦い時には秀信が立てこもる岐阜城を、武藤スケジュー郎と共に守備、落城寸前に城を脱出。戦後秀信が開役されたために浪人となった後は、梶田村に逃れてきたが、村民が徳川家康をはばかって止まることを許さなかった。一時若さの京国忠敬のもとに身を寄せ、任官。官営2年に、福井県を大井軍舎持ちの里にて所領。ついで、 江戸浅草を意図する。寛永2年、高野山の秀信の墓を訪れて、歌を詠んだ。連画徘徊に優れ、江戸の地において和歌の教授者となり、徘徊諸学賞、伊豆宗湯徘徊、独銀戦区等を表した。徘徊諸学賞は、江戸で出版された最初の徘序である。諸説あるが祖母は、明智光秀のおばと伝える。一族に、春日局がおり、 彼女から酒を送られたことが、次戦州、チリ塚廃会州に見える。昇法4年、89歳でボす。ス。ありがとうございます。